アイテム番号 SCP-71JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-71JP の敷地周辺へとアクセス可能な全ての公共交通機関の敷設を阻止し、たやすく一般人の団体が敷地内に来られないようにしてください。SCP-71JP の存在はあらゆる記録から抹消し、SCP-71JP の常駐スタッフである SCP-71JP1 に対して葬儀の依頼を行えないようにしてください。SCP-71JP の敷地内への侵入者に対しては、まず地元警察に偽装した財団の監視員2名による排除を行ってください。監視員からの報告に迅速に対処可能な機動部隊を、地元住民に偽装された状態で必ず周辺に待機させてください。現在 SCP-71JP2 の脱走事案が継続中です。SCP-71JP2 に関する有力と思われる情報は、直ちに特別調査班へと伝達してください。説明、SCP-71JP は、市にある敷地です。敷地内には、完全に同一の外観と内装と内部構造を有した2つの葬儀場が存在します。このうちの西側の葬儀場を SCP-71JP-A、東側の葬儀場を SCP-71JP-B とします。SCP-71JP-A と SCP-71JP-B には、複数のスタッフが常駐しています。これら人型のスタッフを SCP-71JP-1 とします。SCP-71JP-1 は常に、片方の葬儀場に存在する人員と全く同一の人員がもう片方の葬儀場に存在しているように見えます。SCP-71JP-1 は通常の手順で、依頼された葬儀の準備と実行補助を行います。しかし、戸籍等の記録がなく生物学的な整合性も存在しない。必須である一部臓器の欠如等、ため、実在の人物ではないと思われます。SCP-71JP-1 は外部の一般人から葬儀の依頼を受ける際、様々な理由をつけて可能な限り2つの葬儀を同日同時刻に取り行おうとします。あるいは、同日同時刻の葬儀依頼のみが来るように施設そのものが依頼を選定します。同日同時刻の2つの葬儀は、それぞれ SCP-71JP-A と SCP-71JP-B で同時に取り行われます。この時、大量の葬儀スタッフである SCP-71JP-1 と、度胸役の僧侶と思われる SCP-71JP-1 がそれぞれの施設へと新たに出現します。葬儀は通常通りに進行しますが、2つの葬儀で同時に度胸が始まった時、SCP-71JP-A と SCP-71JP-B は互いに接近し、重なり合うようにして融合し始めます。融合の際、質量の増大や変形は起こっていません。それぞれの施設の融合に応じて、2つの葬儀の参加者、すべての SCP-71JP-1 も融合します。SCP-71JP-A と SCP-71JP-B が完全に融合し一つの施設となったとき、それぞれの一般人の参加者は、二つの葬儀の参加者の平均人数となるように人数が調整された上で、それぞれの参加者同士の要素が、混ざり合った、人型へとなります。SCP-71JP-1 も同様に融合しますが、二つの葬儀で同一の容姿を持った同人数のスタッフが存在するため、外見上は、混ざり合った、ようには見られません。度胸中すべての参加者は一種の催眠状態に置かれ、これらの変化を一切認識しません。度胸の内容は葬儀の度に変更されますが、多くの場合、何かに助けを求めるような感情的な文章をボンゴで発音します。融合が完了してから1分後に度胸が終了します。度胸が終了すると同時に、混ざり合った、状態の一般人は、混ざり合った、衣服を残して全て消滅します。個人の遺体、または SCP-71JP-1 は消滅しません。また、個人の遺体は融合せず、融合して1つになった棺桶内で折り重なるようにして2つの遺体が安置されることになります。その後 SCP-71JP-1 は葬儀を中断し、
全員が地下の一室である。とドアに刻まれた部屋へと入室し、ドアは施錠されます。後の探査によって、得と至った SCP-71JP-1 はその瞬間に全て消失していることが明らかとなっています。その後施設は再び SCP-71JP-A と SCP-71JP-B へと分離し、20分後に分離が完了すると常駐中スタッフである SCP-71JP-1 が再出現します。探査記録071-3において、内に SCP-71JP-2 が存在することが明らかとなっています。SCP-71JP-2 は人間によって構成されていると思われる。巨大な塊のような生命体です。複数の観測記録から、SCP-71JP-2 はおよそ、ナノ一般人が、混ざり合った、ものであるとみなされています。SCP-71JP-2 は積極性のある行動を何ら取ることはなく、常に複数のうめき声を複数の開口部から発しながら内を徘徊しています。しかし SCP-71JP-1 が施設内に出現する際には、明らかに自己を構成する要素を瞬間的に減少させ、SCP-71JP-1 の消失時には元へと戻ります。また、融合した施設が SCP-71JP-A と SCP-71JP-B に分離する際、SCP-71JP-2 は自らの質量を保ったまま、それぞれの施設のにそれぞれが留まる形で、分身、しています。融合の際も、質量の増大が認められない状態で一つへまとまりますが、一般人の消失後、自己の質量と構成要素を増大させます。SCP-71JP-2 の知性の有無は確認されていませんが、高度な軍隊活動を制御していると思われることから、高い知能を有している可能性が示唆されています。また、SCP-71JP-2 は SCP-71JP-A、SCP-71JP-B と共生関係にあるという説が、博士によって唱えられています。SCP-71JP-2 はその大質量と SCP-71JP-1 による抵抗から移送が困難であり、適切な移送手段が確立されるまでは内に留め置かれることになっています。ポイ1。対象、SCP-71JP-1。外見は30代半ばほどの男性。SCP-71JP-A の常駐スタッフ、インタビュアー、博士。録音開始。ちょっと失礼。ここの葬儀場について尋ねたいんだが。いらっしゃいませ。葬儀場の名前。では、ご質問はまず広告をご覧になっていただいてからお願いしております。広告はご覧になりましたか？ああ、見たよ。これのことだろう？確かに、失礼いたしました。ご質問をどうぞ。ここは、一体誰が建てて、誰が経営しているものなのかな？は、未知の言語、によって建設され、現在、財団のフロント企業名、によって経営されています。それは事実ではないと思うのだが。失礼ながら、事実をおっしゃっておられないのはお客様の方かと。どういうことだ？未知の言語、様のご意向による発言、としか申し上げられません。そうか、まあ、いい。次に行こう。この、というかこれらの葬儀場は何のために建てられたんだ？お客様にとって、リーズナブルな価格の合葬形式の葬儀を提供するためでございます。そうか、事実を話す気は全くないんだな。はい。録音終了。ポイ2。SCP-71JP-2 に関連すると思われる広告が、財団による情報的封じ込め以前に複数の情報媒体で掲載されていました。現在、すべての広告は掲載前に財団によって差し止められています。広告の依頼は SCP-71JP-1 が行っているとみられ、広告料は消滅した一般人の財産を SCP-71JP-1 が換金したものを使用しています。広告の内容は研究チームの提言に基づき削除済みです。詳細は、研究チームへ直接問い合わせてください。ポイ3。財団が SCP-71JP の情報的な封じ込めを行い、
一般人への被害が完全に防げるようになってから391日後、SCP-71-JP-A と SCP-71-JP-B が葬儀中ではないにもかかわらず、予兆なしに融合しました。その後 SCP-71-JP-2 が施設の一部を破壊しながら SCP-71-JP 内から脱走を図りました。直ちに周辺に待機していた機動部隊が応戦しましたが、瞬間的に大量に出現した SCP-71-JP-1 によって壊滅させられました。追跡部隊と人工衛星による追跡が即座に実行されましたが、SCP-71-JP-2 は山なりのような音声を発生させると、SCP-71-JP より200メートル離れた地点で消失しました。10分後、SCP-71-JP-2 を見失ったとの報告があらゆる追跡部隊、追跡班より通達され、SCP-71-JP-2 は財団の管理下から脱走したとみなされました。本脱走事案は現在も継続中です。SCP-71-JP-2 脱走後、施設は40分をかけて自動的に修復され、その後完全な状態の SCP-71-JP-A と SCP-71-JP-B へと分離しました。SCP-71-JP-2 がから退去したものの、SCP-71-JP-1、SCP-71-JP-A、SCP-71-JP-B は異常な性質を失ってはいませんでした。このことから、SCP-71-JP-2 は未だ現実世界に留まっていると推測されています。追記、個人の遺体は、施設分離時に SCP-71-JP-A と SCP-71-JP-B の中間の地面へと全裸状態で放置されます。